佐渡島で開催される佐渡ビッグゲームという大会に参加してきます。土曜日から日曜日までの約20時間の中で釣った魚の重さで対決するという釣りの大会です。開催はいつも利用させてもらってる釣りアプリのフィッシュラカーさんがやってます。かなりタフな2日間になりますけど、頑張ってやっていきたいと思います。とりあえずここから新潟の佐渡汽船まで5時間半運転して、そこから船に乗って3時間約2時間半とりあえずここから新潟の佐渡汽船まで5時間半運転して船に乗ってきます。優勝かかってますんで頑張って運転していきます。狙いはとにかく釣れれば何でもいいという気持ちですが、ヒラマサ、マダイ、ヒラメ、ハタケ、マハタなんかが釣れればいいなという感じでやっていきたいと思います。基本はぶっ込み釣りでやっていきますが、まあ、なんといっても釣れなきゃなんないんでルアーも投げたりなんだかんだやっていきます。ガソリンが半分切って航続距離が175キロになったので、一旦ガソリン入れにパーキングエリア寄ります。サービスエリアだった。仮眠して新潟入ったんですけど、結構車少ないっすね。広いし車は少ないしね、快適ですね。いよいよ高速道路を降ります。静岡から高速乗って初めて高速降ります。400キロ走って着きました。長かった、途中仮眠したけど。車で予約です。はい、そうです。ありがとうございます。じゃあちょっとこちらカメラで検温の方だけお顔を失礼します。はい。はい、ありがとうございました。そしたら数字1番の例にお車並べていただきまして、それから受付ですね、車検証を持ってあちらの建物の方お願いします。はい。よし、受付してきます。
い、じゃあ荷物持って上行きます。する勢いで左に曲がってちょっと様子見してきます。大会前日の夜になりました。大会は明日ですけど、とりあえず夜の状況を見るためにちょっとだけ釣りやってきます。昼間ちょっと何か所か見て回って良さそうな漁港を来てます。ここで一回磯目とか投げて様子見てみたいと思います。これで良ければ大会でもここの場所を使ってやったりと考えてやっていきたいと思います。とりあえずこれで青磯目でぶっ込んできます。待ってる間はアジングしてちょっと様子見てみたいと思います。釣れたぞ。アジ釣れました。すげえな、本当にサードアジが釣れるんだ。めっちゃ綺麗でアジが釣れました。すげえ、静岡では考えられない。それでアジを釣れたアジ投げてきます。これでダブルアップを狙いたい。よいしょ、よっしゃー、釣れたー。キジハタだね。初魚種じゃね。やったね。おなんか引く。いい感じで引きますね。おーいい、いい感じでドラグ出るぞ。マジ。やった。死ぬ。すげえ。アジ釣れてるし、チヌ釣れてるし。うわマジか。マジ黒ダイだぞ、ちゃんと黒ダイだぞ。やった、マジ黒ダイだ。ちょっとどろころかだいぶ飲んでるんで、これはいただいてしまおう。
に毎回宣言を佐渡ビッグゲームフィッシュランタンカップ実行委員会の斉藤会長お願いいたします。これから、ますます皆様方と、一緒になってこの釣りビッグゲームを盛り上げるために頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは、第3回佐渡ビッグゲームフィッシュランカーカップ開催いたします。島内から参加の方も、島外から参加の方も、今から集まって24時間が佐渡の素晴らしい魚と出会う一瞬になればなというふうに思っていますので、どうぞ皆さん頑張ってください。ありがとうございました。今回の大会ですね、沖縄にいない魚がたくさんいます。ヒラマサとかブリとかスズキもマダイもメバルもアジも沖縄にいない魚なので、大きいのも釣りたいんですけど釣ったことない魚も釣れるように、楽しんで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは鈴木さん開始の合図をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。さあそれでは皆さんちょっと行く準備をしていただいて、はい、よろしいですか。じゃあチャレンジお願いします。じゃあ行きますよ。決まりのがあるんです。決まりのがね。はい。お願いします。第3回佐渡ビッグゲームフィッシュランカーカップ競技開始。達成。すいませんこれすげえ。これがね、島流れですけど、すいません。大会始まりました。ここから海行って釣り始めていこうと思います。いつも通りぶっこみ釣りして畑とうまくマダイかクロダイ釣って大会入賞を狙っていきたいと思います。昨日は小さいハタと小さいクロダイだけしか釣れなかったんで頑張ってやっていきたいと思います。初めはアジ投げてきます。これで一発出したいですね。あるね。10か 15? うん。2本目はイカタン投げてきます。よし、2本目まず昨日強化が出た青い染め投げてきます。出たー。あー
れたから。マジでくそ。えぐいのいるね。今のはちょっとあれでしょ、ここの場を今沸かせたな。全然止まんなかった。いや、俺青物だと思うんだよな。いや、B5 相当行ったんだなと。100はないな、50m を持ってかれたかもしれない。こんな良かの蹴るだ。気づいたじゃん。気づいてない、気づいてない。だって新品だもん。巻いたばっかだよ。あー、ショック。やっちゃった。うるせえ、また取るからいいんだよ。すっげえ自分がクソショックだわ。さ、すっげえ気になったことさ。なに？たまんもんなんかさ、ライトがさ、4本これ嘘、俺直したんだけどな。いや、先端のとこ、先ほど向いてるね。4つで、先ほど向いてるね。あれですよ、あれですよ、スパイラルガイド。スパイラルガイド最近見たくなって最近流行りです。あ、逆に流行ったの。船は流行り。あ、船は。なるほど。ハイラーバットスパイラルガイド。なるほど。今すか、そっち。船はそっか。あー、マジでショックする。いや、でかかったね、今ね。今のはでかかった。だけど、あれ、タマンの日じゃねえ。タマンだったら上がってるよ。ここが当たったね。ん？ここが当たったね。いや、だからあっちに。多分だからそっちに行かせたくなくて浮かせようと思ってか、ちょっと目がガチャガチャなんだろうね。ね、いやいや、ゆっくりできねえよ。だってもうあそこの島のキワキワ投げてるからさ。ああ、なるほど。もうじゃあ嫌でもこっちに寄せないと。そう、寄せないと。ヤギさん来たよ。これは上がる。そんな大きくないと思う。タイヤ、やっと。やっと。やった。まだ生きた。青い染め。よっしゃー、来たー。やったね。何ですか？ん？ありがとうございます。ありがとうございます。いや、俺も何本作っていいんですか？少し。データ持ってきなさい。やったー、よっしゃー。ありがとうございます。先生、俺のおかげだよ。俺のおかげだよ。そうだね。そうだね。あの、もうすでに場所は君のおかげだ。すべてか君のおかげだ。
いや俺もかあの八木さんがここにしようって言ったからやってるみたいな。はい。ああ危ねえ危ねえ。絶対これ信用しねえもん。データ。データよ。よし。ガチ。いやあ勝った。けど俺これでかくないって言っちゃったぞ。比べれば桁が違ってでかくないって言ってやったドリルド8000の P5 が飛ばされたんでドリルド1万の P8 号とガラモンの12号に変えます。これならなんとか取れるでしょう。来たか来たか来たか。今走ったな。乗った乗ったな。いや乗ってないんじゃないこれ。乗ってない。今走ったね。あれ走ったのに。うわ乗ってないよ。うわーヤギさん二度目。後ろ向いてたのに。二度目。頑張ろう。これで優勝ってことはないと思うんだけど、そんなイージーなそんなイージーなことはない。絶対ないよね。ガタン投げてたやつは。全くかじられることなく帰ってきてますね。なんか佐渡島はイカタン投げても反応悪いみたいな気がしますね。なんででしょう。とりあえずイカタンの竿はしまいます。ダメかな。若干かじり跡あるけどね、多分フグじゃないかなと。やっぱりちょっと一回今日は一旦やめて、ちょっと今日は一旦やめて宿戻ります。明日の朝にかけます。いやー厳しい。最初だけだと辛かった。竿はシュワガンでやってきます。103H プラスやってきます。リールはガチの人に怒られそうですけど、リールド8000やってきます。結構強いんで頑張れると思います。今回のために買ってたミスカルナ使ってきます。あー飛ばない。やる気出して餌はサバ3つ草掛けしてアジに針かけてやっていこうと思います。シルエットでかくしてでかいの狙ってきます。餌はイカタン使ってきます。これでなんとか釣りたいですけど、佐渡イカタンちょっと厳しいんでどうかわかんないですけど、とりあえず餌変えてやっていかないと変化欲しいんでやってきます。釣ってるよね。
ってる。マダイ、いいね。えいじゃね？いや、わかんない。でかい。ここでえいか。いやー、ショックー。はい、ご苦労様です。来た。なんだその弱腰は。いや、今すげえ走ったじゃん。タモは。今チラッと違うんだ、そっちじゃなかった。やべー、全然バラした。どこで切れた。いや、あれ外れた。外れた。まだ、まだ、すごい、まだいるぞ。あ、切れた。でかかったか。あー、絶滅切れてる。どこにあった。いや、沖の。あー、惜しい。いやいやいや、続くって、続く続く、頑張ろう。くった。よし、来ただろう。よし、これは来た。痛い痛い痛い。これは来ただろう。絶対で、それ絶対でかいだろう。でかいよ。でかいね。これはでかいよ。でかいよ。あと70m。まだ遠い。
いや絶対上がるだろうこれ。来ただろう。最後もうあとちょっと。来た、これ来るぞ。よし、いいぞ。あとちょっとだ。来た。あとちょっと踏ん張れ。タイ。お、でかい。タイ。でかいぞ。でかい、シルエットがでかい。うおー、来たー、最後踏ん張れ。いや、シルエットがクソでかいぞ。来た、マジタイだ。やばい、来たぞー、これは来た。来たー、おめでとう。これはやったぞ。80じゃないの？80いったね。来ただろう。来たー。いやー、これはやばい。これはやばい。これはやばい。やったぞ。やったよ。やばいぞ。やばい。それで握手。はい。かっこいいよ。いやー、これはやった。ありがとう。これはやったぞ。ありがとう。おめでとう。マジの。なんか俺が測るのは野暮だから自分で測って。もう一匹いる。つがい？絶対いる。もう一匹いる。ありそうだね。じゃあるね。分かってた、あれだけだ。ありそうな気がするね。そうだね。やろうぜ。やったー！ちょっと待てよ。めっちゃ泣き顔だけど。右だったら逃げれるから。
ラムしっかり上手打ちで。でかいわ。くいや全然大丈夫。あのプロックスだから それなりに修理は安いから。いや、いける。くそー。お疲れ様です。お疲れ様です。またか、またか。これもでかそうだ。マジか、やったな。さっきのとどんな感じ？ああ、やっぱまあまあまあ。じゃあ取れるな。場所さえ良ければな。やっぱ全然違うな、引きが。全然違うね。この落差よ。美しさはあるな。これは、すごい綺麗。佐渡島でカゴ釣りはやべえぞ。やべえぞ、カゴ釣り。バグでしょ。
佐渡島でカゴ釣り流行るぞ。これは絶対流行るぞ。やばい。これが重い。幸せの重さは噛み締めろ。片付け終わりました。ここから計量に向かいます。まあ、暫定1位はあそこのあの人でしょう。優勝してくれると僕らも嬉しいですね。これから会場向かって計量しに行きます。現在11時20分なんで1時までには着きたいんですけど、ここから道のり59分ありますんで、安全運転でなるべく早く着きたいと思います。これより第3回佐渡ビッグゲームフィッシュランカーカップの表彰を行います。そしてタイ部門、青柳幸喜さん。タイ部門の方、はい、おめでとうございます。はい、大きなライブウェルです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。それではご登壇ください。さあ、続きまして陸釣り部門優勝者の発表です。青柳幸喜さん、おめでとうございます。はい、商品の方はこちらもゲストアングラーから の, セレクトの組み合わせと、あとは3位の方と同じ協賛企業ブッドベイトさんやパームさんのドルアのセット、あとはこちらですね、コリアのパーム組み合わせです。はい、おめでとうございます。それでは一言お願いします。こんにちは、青柳です。なんとか優勝いただくことができました。今日初めて佐渡に来て、マサラ川の沖と中島屋さんから 沖永津っていうところを教えてもらって、あんまり関東では関東で神奈川の方でよくやられる遠投加工釣りっていうので、 100m ぐらい投げて、そこから 200m ぐらい流して、一発切られて、その後に取れたのがなんとか 81cm、6キロオーバーで本当に嬉しかったです。魚で初めて泣きました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。それでは以上で第3回佐渡ビッグゲームフィッシュランカーカップ全部門の表彰を終了いたします。受賞された皆様、本当におめでとうございます。
でご注意ください。帰ってきました。現実に帰ってきた。暫定1位ということで、次の日の朝9時半までは暫定1位のまま、大部分は暫定1位のままやってたんですけど、9時半に八木さんが81センチを釣って大敗という形になりました。心地よい大敗になりましたね。なんとなく佐渡島でのぶっこみ釣りのやり方っていうのもなんとなく分かったような気がします。毎回毎回行くっていうわけにはいかないですけど、機会があればまた行って釣りしたいと思ってます。実際観光もほぼほぼしてないんで、できればあの広い佐渡島を観光して回ってみたいですね。また次回も佐渡ビッグゲーム開催が予定されているんで、こちらも機会があれば参加したいです。まあ、皆さんも機会があれば行ってみてください。昨日の9時半ぐらいに新潟港を出発して、仮眠しながら、現在12時半です。だいぶ佐渡ビッグゲームに宣伝してやってたんで、体力的には限界でした。頑張ってやった結果、優勝はできませんでしたけど、満足した大会だったと思います。料金は5,520円、軽自動車でよかった、ありがとうございます。それではまた次回も動画を頑張ってきます。ご視聴ありがとうございました。